売りません黄金の国岩手。皆さん YouTube はお好きでしょうか。先日ね YouTube を見てたんですけども、あのはじめ社長がですねやってた企画がありまして、あの巨大スイカに大量のお酒を飲ませたらどうなるのかという企画をやってたんですけども、ちょっとねちょっと前に話題になったんですよね。アルコールスイカっていうのがちょっと前に話題になりまして、そのスイカにアルコールを直接刺して1日2日置いた状態で切ると、まあ、アルコールが染みた、まあ、カクテルみたいなフルーツが出来上がるというものなんですけども、大きいものに大量に刺すっていうのも一つなんですが、今回僕はですね小さいものに大量のお酒を飲ませたらどうなるのかっていうのをやっていきたいと思います。で今日用意したのがこちらです。値段まあ、いいか。スシロー森さんの香水梨です。スシロー森さん盛岡市にあるスシロー森っていうねところの梨なので、こちらでですねアルコールスイカならぬアルコール梨を作っていきたいと思います。で今日使うのはですねこの梨と岩手県の日本酒和紙のです。これもね刺していきたいと思います。ただねまだ梨もあるので他にもねちょっといろいろやっていきたいなと思ったので、一般的なもの岩手県のものとかじゃなくて一般的なものだとどうなるとこちらご用意しました。トリスのこれ 1.8 リッターですね。これを丸々ぶっ刺してたらどうなるのかっていうのをやっていきたいと思います。さあそれでは早速作っていきましょう。はい、それでは作っていきたいと思います。まずはねこの梨をね開けます。出てきました。このままでもね十分美味しいと思いますけども、お酒をね刺していきたいなと思うんですけども、まずはこの口がね合うぐらいに、穴をね開けます。まあ、ざっくりでいいんですけど、はい、穴が開きました。でここに、まあ、お酒を刺していくというわけですね。この口をねザクッとこう行きました。よし、太陽の塔みたいな、ね、これを逆さにしてこれでね一日待ちたいと思います。ね、冷蔵庫に入れます。さあ続きましてこいつです。これね結構ね口がでかいんで大丈夫かな。やっていきます。よいしょ。はい、というわけで剥きました。じゃあこれをねぶっ刺していきます。ふん、あー、これ逆さにして大丈夫かな。すげえ怖いんだけど。よいしょ。お、いった。大丈夫だ。それではですね、この状態でこれも冷蔵庫に入れます。はい、こんな感じで入りました。梨、和紙の大梨とあとはトリスクラシック梨ですね。これが明日どうなるのか、このね一日置いていきたいと思います。それでは明日お楽しみに。
はい、1日が経過しました。まだね、冷蔵庫の中は僕も見てないので、ちょっとどうなってるのか、見ていきたいと思います。3、2、1、開け夢の扉。おー、あ、まだ原型がある。そして大して減ってない。入ってるのかな。じゃあ早速ね、これを切っていきたいと思います。食べていきたいと思います。まずはこのね、日本酒の方からいきたいと思います。デロデロっていうか、なんか水分が出てるんですけど、日本酒なのかな。では梨だな。切っていきたいと思います。早速日本酒の方の梨いただきます。あ、うん、ほんのり日本酒の香りが入ってる。別にデロデロってわけでもないし、これはありですね。美味しいです。さあ続きまして、ウイスキーの方、これがどうなってるのか。なんかポタポタしてる、なんかポタポタしてる。あ、じゃあ鼻に入った。ああ。よいしょ。ああ、ウイスキーだ。よいしょ。こう刺したところにしか入ってないみたいですね。あー、なんだろう、でも酔いそうな気はする。ウイスキーなし、いただきます。あー、これもほんのりだ。あ、でも鼻に抜けるのはウイスキーだね。これしか入ってないから、ね、そりゃそうか。これしかってこんぐらいか。あ、でもこれはね、いいかもしれない。意外と。なんかもっとデロデロになるかなと思ってたけど、意外とそうでもない。悪くないですね。で、この梨ですね。漬けた梨とお酒、責任を持って美味しくいただきますので、ご安心ください。で、この梨ですね、ちょっと違う活用法をしますので、ぜひぜひサブチャンにて、公開しますので、ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思います。もっとね、なんかデロデロになって冷蔵庫の中大変なことになってるかなとか思ったんですけど、意外とそんなこともなくて、割とね、ちょっとみずみずしいまんまだったんで、まあ、味はそこまでね、強く入ってはいなかったですけど、まあ、結構ね、いい感じに、ほんのりとお酒の味がついて、これはこれでありかなと思います。またね、このいろんなね、お酒といろんなフルーツでこの企画はね、やっていきたいなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘバ、ナイスデイ。